分数の掛け算、分数同士の掛け算を使う場面や計算の仕方を考えよう。塀に緑のペンキを塗ります。このペンキは1デシリットルあたり5分の4平方メートル塗れます。このペンキほにゃほにゃデシリットルでは何平方メートル塗れるでしょうか。はい、ペンキが3デシリットルあったとすると、この時について考えよう。1デシリットルで塗れる面積は5分の4平方メートルだったよね。つまり1デシリットルで5分の4塗れると、3デシリットルでは何平方メートル塗れますか。 x 平方メートル。式は1デシリットルで塗れる面積が5分の4かけるペンキの量が3デシリットル、塗れる面積は、はい、これです。この図、1の時5分の4、そしてはい n 書いて3の時 x、 つまり5分の4かける3で x が出ると、はい、塗れる面積は、はい、1で5分の4、2で5分の8、3で5分の12、つまり分子に5分の4かける3の3を分子にかけて5分の12になると。ここまでは分数×整数のやり方で、分子にかけますと、整数は分子にかけますっていうやり方でできてたわけ。さあ、それでは同じように考えて、今度は分数×分数だったらどうなるんでしょう。上の緑のペンキ、今度は3デシリットルではなく、3分の1デシリットルでは何平方メートル塗れますか。はい、これも5分の4の時1だったやつが、はい、こうだね。はい、5分の4かける3分の1デシリットル。はい、ここが、前はこっち側に3があったわけだ。こうだった。今度は1、こっち左側ね、ここは3分の2、3分の1。つまり、こうなってんのは、こうなって、こうなって5分の4かける3分の1になってるってことなのよ。ね。じゃあ、これを同じようにして考えてみましょうよっていうわけなのです。はい、このペンキ3分の2デシリットルでは何平方メートル塗れるでしょうか。まず式は、はい、1デシリットルで5分の4だから5分の4かける3分の2と、はい、そうするとこれをどう考えたらいいだろう。はい、ななみ、小数の掛け算と同じように整数に直して計算できないかな。うん、ひろと、図を書いて単位分数のいくつ分かで考えよう。はい、単位分数は分子が1の分数だね。じゃあちょっと考えてみましょう。この図使ってもいいよ。